はい、皆さんおはようございます。マクラ TV のゆきちです。いやー、もう皆さん暑くなってきましたね。今日はね、2022年6月4日ということで、今9時40分ですね。はい、朝の9時40分で、もう土曜日の、レースももう始まるかっていうところなんですけども、聞いたらわかりますね。もう鼻声がひどくて本当に声も出にくいんですけども、今日朝はですね、今日の3時過ぎ、中京のメインレース、鳴尾記念 G3 の方のね、ちょっと予想というか見解動画上げようかなと。で、この後、明日の安田記念のね、予想、見解&予想、展開とかね、いろいろ動画作って、夕方にアップしようかなと思ってるんですけども、まあこの鳴尾記念の方ですね、先ちょっと面白いものを見つけたので、面白いかな、やっていこうかなと思っております。はい、それではですね、いつものように JRA のレースは JRA のホームページに聞けということですね。いろいろね、こう出てます。今週の安田記念とかね、レーストレイントレイン競馬とかなんか言ってますけども、まあこういうところも見ながら、いつも通りあります。今週の注目レースということで、鳴尾記念ね。で、この画面が出てきたらメニューのところタップしていただくとデータ分析ありますので、波乱が起きた年も少なくない宝塚記念の前哨戦ということでですね、過去にはね、8番人気、9番人気とかのね、1着、2着でですね、5番人気のブラストオンピーク3着で3連単63万円ついたような、そんなレースもあったりとか、2020年には10番人気のパフォーマープロミスが優勝を果たしているとかですね。まあここ17年か19年3年間は落ち着いてましたけども、20、21ですかね、まあ少し荒れ模様でもありましたので、その辺見解していこうかなということですね。はい。で、出走の方が、出走表がこちらの方ですね。ずらっとちょっと見にくいかもしれないですけども、我慢してください。僕ちっちゃくしましょうか、もっとね、これぐらいでいいですか。はい。ちょっと見にくいかもしれないけどね。まあ、こういう感じで、出走馬10頭が決まってます。まあ、10頭なんで、配当どうだろうな、つくのかなって思って、ちょっと予想した、買い目の方を確認したら、まあまあ、悪くない、オッズついてましたので、ここは勝負する価値あるかなと思っております。それと実績と客室に注目ということでなってますけども、過去10年の3着内馬30頭中28頭は JR の重賞において5着以内、これポイントですね。かつ4コーナー通過順が3番手以下の経験があったって、いやー、なるほどと思ってね、出走表の方でですね、確認したんですけども、これに関しては1番の馬のパトリック以外、2番から10番までの馬全員が、クリアしました。はい。だからあんまり、こう、熱くないポイントだったかなと思います。次ですね。まあ、キャリアの浅い馬が優勢ということで、21戦以内の馬っていうのが、まあ、9勝2着7回3着7回となっております。で、中でも19戦以内っていうね、馬に関しては、もう、飛び抜けて良くなっているということでしたので、その辺を踏まえて、はい、出走表の中からですね、数えてパーといったんですけども、1番はまあ論外でしたね。2番が、19戦以内ということで、ね、点数一番高いですね。で、あと8番、9番ですね。こちらの方も一番最高の点数つけています。あと5番、6番。10番なんかが、まあ、21戦以内ということで、まあ、いいかなというところの点数をつけております。はい。で、直近のパフォーマンスがポイントですよということで、ここをね、結構重要視しようかなというね、前走の着順が1着もしくは2着以下でも1着とのタイム差が 0.4 秒以内だったというね。で、これ、良かったですと。あと、なお、ここですね。このなお、なおです。はい。
前走の着順が2着以下、かつ1秒との差は 0.5 以上だった馬で、前走が競争中止だった馬の、前走成績別、っていうか、なんかまあ前走 G1 だとまあいいんじゃないかということなんですけども、まあまあこの辺を踏まえて、はい、点数をつけましたっていうことなんですけどもね。あともう一つ、SNS とかには載っけててね、この、動画を見に来てくれた人にはね、もう一個あったよってね、あのポイント5つ紹介したんですけども、何ですかね、とある YouTuber さんがいつも、僕も参考にさせてもらってるんですけど、風の便りっていうよりからですね、キーワードが見つかったということで、まあ、その辺をですね、まあ、また自分でも探してもらえればいいと思うんですけども、キーワードがですね、やんちゃということで、やんちゃに対するキーワードを、まあ、その YouTuber さんが探って探って探っていただいて、いつもありがとうございますなんですけども、今回、やんちゃっていう類似語っていうのがですね、ドラゴンっていう名前ですよっていうのが出てきて、で、キングオブドラゴン4番の馬ですね。はい。で、こちらのドラゴンっていうついてるキングオブドラゴン。で、順番が4番ですから、逆番を数えたら1、2、3、4、7番、湘南バルディですね。こちらなんかも、前走 G1 組ですからね。こちらもちょっと怪しいんじゃないかということで、まあ、どちらか表か裏かどっちか来るんじゃないかなという、その YouTuber さんの見解でもあったんですけども、ここで諭吉一つ思い出しました。名前を見てください。ずらっとパトリック、昔よく言った、キャバクラの名前ですね。はい、ウェルトライゼンテ、よくわかりませんね。なんともイメージができにくいですね。サンレイポケット、これもですね、まあ、キングオブドラゴン、これドラゴンでやんちゃっていう意味ですね。ギベオン、アドマイアジャスタン、湘南バルディ、カイザーバローズ、ジュラルディーナ、ヤシャマルというこの中ですね。皆さんどうですかね、思い出しませんでした。私この10番ヤシャマルが気になりました。なぜやんちゃイコールヤシャマルにつながるかっていうことなんですけど、どうですかね、あれですね、何でしたっけ、あのスロットでよく昔言ってたね、何でしたっけ、あの絆でしたっけ、ですね、甲賀と伊賀の忍法のね、あの争いのやってるやつでですね、ヤシャマルって、おーい、ヤシャマルって言っていたわけですよね。そのヤシャマルっていうのがね、やんちゃな娘なんですよね。覚えてますかね、皆さん。あ、違うか、え、違うのかな、なんかや、そのイメージがあるんですよね、ものすごく。あれ娘だったかな、そうですよね、女の子のはずなんですけども、え、ヤシャマル違ったかな、まあまあまあ、そのイメージもあったということで、私はこの10番を一押ししたいかなと思っております。はい、まあそんな能書きはいいんですけども、とりあえず、ナロー記念ですね、買い目の方を公開しようと思います。ドンって来ました。はい、やっぱりヤシャマルから赤丸つけてますけども、買い目馬連が一番推奨かなと思ってます。10番からの2番8番9番これが本線ですね。あと7番4番っていうのが、その何でしたっけ、湘南バルディと、キングオブドラゴンっていうの表裏もあるかなということで、やんちゃやんちゃ同士で1着2着っていうのもあるかなと思って、一応ここ足しております。はい、で、三連服の方はちょっと変わったフォーメーションで、まあ点数少なくした方がいいかなということで、馬1に10番、馬2に7番4番、馬3に2番8番9番という形の、はい、馬連が5点、三連服が6点というような、こういう買い目の方を作らさせていただきましたと。まあ以上がね、今日この後行われますナロー記念ですから、12時までにはなんとかこうアップしてですね、皆さんの方にお届けできたらなと思ってるんですけども、まあとりあえずあのマンクラ TV 諭吉の方ではいつも言ってますけども、勝ち馬を、確定しているわけでもなく保証するわけでもないですので、皆さん馬券の購入の際にはご自身の、判断とご自身の責任を持って
買ってください。ゆきちはこちらの方で終わりたいと思います。それでは、また。